増加する訪日外国人観光客を取り込もうと、奈良交通が定期観光バスに新たなコースを設けることになり、今日観光関係者を対象にモニターツアーが行われました。新たに運行が始まる定期観光バスインバウンドコースは、外国人観光客の利用が多い JR 奈良駅、近鉄奈良駅を出発し、奈良市内の観光地を巡ります。今日のモニターツアーにはホテルや旅行会社などの関係者が参加しました。このコースでは、高度なガイドの技術を持つ奈良観光コンシェルジュが監修した原稿をもとに、添乗するプロの通訳が観光地の情報を英語で解説します。東大寺大仏殿では、 He was covered with gold. But, so he was a golden statue. But he suffered fire several times and had repaired so that he lost his gold completely.東大寺のほか、春日大社、若草山の山頂なども巡るこのインバウンドコース、7月1日から9月11日までと、12月16日から来年3月31日までの月曜日と水曜日に運行されるということです。